はい、どうも、よっぴーこと伊藤です。今日はですね、ノートの新エディター、ベータ版が出たということでテスト投稿をしていきたいと思います。まあ、実際にこの新エディター、ベータ版なんですが、ノートの方でまだね、正式にはリリースされてないということで、対象の方がノートプレミアムに登録している方、あとはノートプロに登録している、まあ法人ですかね、そういう方を対象に、まずはベータ版という形で開放して、で、問題なければね、リリースという形になっているようです。で、いくつか大きな変更点などもあったので、それらをちょっとね、試していきたいと思います。で、本日の項目に関しては、開業の操作性、そしてドラッグで画像、ファイル埋め込みが可能になったと。で、あとは複数画像の一括アップロードで、最後に画像のテキスト設定できるようになりましたので、それについてお話ししていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。まずはね、一番初めの開業の操作性なんですが、まあ開業っていうとね、ノードで非常に分かりづらい項目の一つではあるんですけど、一応ね、二つあります。二種類の開業方法があって、一つは、行のスペースが狭い開業。そしてもう一つが、段落開業と呼ばれる開業で、行のスペースがね、ちょっと広い形の開業です。で、通常の開業というのは、ここの下にあるような、行のスペースが狭い状態です。ここですね。ここからここの間が、非常に狭い。まあよくある開業の方法です。もう一方で、段落開業と呼ばれるものは、こういったね、スペースが空く形の開業になります。この中には文字が入力できないと。私の場合はこういった段落開業を使うことが多くて、このね、普通の通常開業というものを使うことがね、あまりないんですが、ここにあるような箇条書き、そういった場合には使うケースも多いんですが、基本的には文章の場合はスペースを空けた開業を使うことが多いです。で、この操作方法なんですが、通常の開業の場合、スペースが狭い開業の場合は、エンターキーを1回押します。まあ、このように文章を入力して、一回だけエンターキーを押せば、通常の開業になります。従来の方法だと、シフトを押しながらエンターキーを押せば、これと同じ状態になっていました。新しいエディターでも、シフトを押しながらエンターを押すと、同じような開業、行が狭い開業をすることが可能です。1回で入力、エンターキー1回で入力というのが通常の開業です。一方で、この段落開業、これはどのようにするかというと、エンターキーを2回押します。1、2と。そうすれば、行が狭い形です。1回、2回で押すと。2回押せば自動的に段落開業になりますので、この間には文字を入力できない形になります。このような形ですね。もう行き来はできないというものになります。1、2、文字入力と。1回だけだと通常の開業。2回押せば段落開業になると。まあこのね、使い方が使いやすいのかどうかわからないんですが、私の場合はね、段落開業を使うケースが多かったので、エンターキーを押すのが一つ工程が多くなりました。しかしながら、通常の開業を多く使う人にとってみたらね、わかりやすいでしょうし、非常に便利になったのかなというふうに思います。続いてこちら、ドラッグで画像ファイル読み込み、こちらが可能になりました。これまでだと、ここのプラスマークを押して画像
ファイルなどを埋め込んでいたと思うんですが、ファイルからね、そのまま引っ張ってくるだけで画像の挿入が可能になりました。実際やってみるとどのような形かというとね、まあパソコンだともう一つ画像の入っているフォルダーなどを開いて、そのままぐーっと持ってくる形。そうすれば自動的にね、画像が挿入できます。これは非常に便利で、画像をね、多く使う方だといいんじゃないかなという形で思います。で、もう一つね、これが便利だなと思ったのが、通常の記事からもドラッグドロップで持ってくることができるんですね。どういうことかっていうと、例えばこのようにウィンドウを2つ並べている形、こちらはノートのページですね。で、これが今新規作成している記事のページになります。で、例えば全くね違う記事から画像、例えばこれも画像ですよね。この画像をグググと引っ張っていけばそのまま利用することができるという形で非常に便利になりました。まあこういった画像もそうですよね。こうグググと引っ張ってあげるだけで画像を挿入することができるという形になっています。ただね、気をつけたい点としては他の人の画像を使うというのはもちろんね、著作権にも関係あることですので、引用元を記載するなどの対応は必要かと思います。勝手にね、使うというのは問題になりますので、その点だけ注意するようにしましょう。まあ非常にね、便利になったんじゃないかなと。で、続いてなんですが、複数の画像が一斉にアップロードできるようになりました。これはどういうことかっていうと、これまで1枚ずつアップロードしていたものが、複数の画像を選択して一気にアップロードができるようになったというものです。先ほどね、マウスでグググと移動させてアップロードが可能だという話をしたんですが、同様にね、複数の画像を一気に持ってくることも可能です。じゃあ持ってきてみましょう。試しに2枚の画像をグググと引っ張っていけば2枚一気にアップロードできると。なので非常にスムーズに投稿できるんじゃないかなというふうに思います。かなりね、画像を使う人にとっては便利な仕様変更じゃないかなというふうに思いますね。私自身はテキストで執筆することが多いんですけど、たまにね、画像を使いたいなという時に1枚ずつアップロードしているとどうしても時間がかかってしまうので、こういった変更は非常にありがたいです。そして最後、同属性を設定できるようになった。これは何かっていうと、例えば画像を、まあ、入れた時にですね、画像をクリックすると上にマークが出てきます。ここで画像に対してリンクを挿入したり縮小したりできるんですが、ここに ALT と呼ばれるアルト属性を設定できる機能がつきました。これを知っていただくと、まあ、この画像が何の画像なのかと説明するテキストを設定するというふうにイメージしていただければと思います。ここでいくと鉛筆とかですね。鉛筆適用とすれば、これは鉛筆の画像ですよというふうに指定できます。これは何のためにするかっていうと、例えばこの記事が何らかの理由で画像が読み込まれなかった場合に、代わりに鉛筆というテキストが表示されます。ここに何があったんだろうというのをね、表示するときにも使います。同時に Google 検索にも非常に有効で、Google の検索エンジンで読み込んでいるとも言われています。そのため、可能な限り設定するように
した方が Google 先生からの評価もアップするという風になりますので、ぜひ設定するようにしましょう。まあちょっとね、面倒だなという方は飛ばしていただいても必ず必須ということではないので、その点はご安心いただければと思います。まあ他にもね、細々した機能も新しくついてるんですが、ざっと私が気になる機能としては、これらの改行、そしてドラッグドロップでの画像埋め込み、そして一括アップロード、そして最後にアルト属性の設定という点が非常に気になりました。今後も新しい機能が備わるとされていますので、なるべく早くね、正式リリースされたら使ってみて操作に慣れていくのがいいのかなと思います。ということで、本日はノート新エディターのベータ版、こちらのテスト投稿をしてみました。もし何かわからない点があれば、メッセージやコメントなどで教えていただければと思います。それではまた。